日本法制史とは、過去の資料等を通して、日本の過去の法制度や法現象等を研究する学問のことを言う。本来、研究対象となる時期の限定はないが、帝国時代にヨーロッパの法制度を大幅に導入した結果、プレ帝国時代の制度との断絶が生じたこともあり、プレ帝国時代を中心に扱うことが多い。 徳川時代の法制度については日本近世法制史、帝国時代の法制度については日本近代法制史、国民主権時代の法制度については日本現代法制史として扱うこともある。プレ帝国時代には夕食古日の一環として律令の研究は行われていたが日本法制史を一つの分野として最初に 体系的に研究した学者は、東京帝国大学の宮崎道三郎であり、ヨーロッパにおける法政史の研究方法を導入したことにより、日本法政史の礎を築いたとされている。もっとも、同人の主な研究対象は、平安時代までであり、徳川時代までの全般的な研究を体系的にまとめた人物は、その弟子である中田薫であり、 国民主権時代では石井亮介により学会がリードされる。日本史の研究では一般的に政権所在地による時代区分が多々見られるが、日本法政史の場合は政権の性格や基本となる法の性格により時代を区分することが多い。ここでは日本の法政史を古代法、中世法、近世法に分けて説明する。古代法とは主に 古代日本において体系的な法典としての律令法典が編纂され、施行された法を言う。日本では7世紀末から8世紀初めにかけて中国の隋唐の律令を模範とする体系的な法典としての律令法典が編纂され、施行された。この律令法の施行期を中国律令法を掲示してなった法の施行時期という意味で掲示法の時代それ以前は、 固有法の時代という、古代日本における法の発達は、このように律療法を境として便宜的に二期に対別することができる。ただし、地理的に中国大陸に接する日本は、古代においても人間の移住を伴う文化の流入を間断なく受け入れていた。そうした歴史的条件の下では、固有法の中にもその起源を中国とするものがあったのではないかとされている。 以上の通り、上記の二区分は、外国の法を体系的に掲示した、律療法をもって掲示法とし、便宜的にそれ以前の時代と区別したものであるに、過ぎない。古代のみならず、全近代社会においては一般に法と慣習は一体となっており、両者は、身分化の状態であったと言われる。古代日本においても、例外ではないが古く、 義師和人伝は三世紀の山大,大国の状況について、統説せず、解消す少なし。その法を犯すや、軽き者はその妻子を没し思う記者は、その文庫及び相続を滅ぼす。尊卑おのおのさじわしょあり書を心腹するにたる。と述べこの時すでに警報及び身分性に相当する法、または、慣習の損したことを伝えている。こうした法や、慣習の生成する基盤に二種がある。 内部的基盤大臣の集中により形成され、地域の共同団体、または共同組織の内部に生成した、秩序外部的基盤、政治的社会の発達に伴い、上位政治的権力が持つ共同団体相互間に、発生する紛争の朝廷機能強の学会の共通的理解では、日本の古典に見られる刑罰の多くはを基盤とする、 内部的刑罰に属しを基盤とする内部的刑罰は日本古代においては未成熟であったと考えられている。次の例はがを基盤として生まれたことを示す。内部的基盤の例、高間ヶ原の秩序を乱したサ佐オが八十万神の合議により千座を受けとを課せられた上で、神畜すなわち追放刑に処せられた。これはの内部的なものを基盤として生まれたことを示す。 つまり、共同体秩序の侵害者に対し、内部的刑罰としての財産没収刑と、追放刑の神話的表現であったとみられる。外部的基盤の例、天心罪の中に、農業観光違反として、次のものがある。このように、共同体秩序が犯された場合に、大払いが行われる。大払いは本来、共同体成員全員が参加しなければならなかったと、推定される。 このことは、大払いなどの観光が一を基盤として生まれたものであることを示している。日本古代で二の外部的なものを基盤とする法、慣習は上位の政治権力による一の内部的を基盤とする法、慣習に規制されながら、またその法、慣習を取り込みながら、政治的かつ先制的な法として発達したのであった。この点を、石本氏は次のように図式化している。 石もたわまずにを基盤として発達した方、または慣習を俗長法として捉える。この俗長法の特徴は維持を基盤とする方、または慣習を自己の方に取り込みつつ、これを俗長権力の維持のために活用した点にある。例えば上述の各地域の共同体が独自に行っていた大払いは、俗長によって国行き大払いとされ俗長が挙行するものとなる。 また例えば内部に発生した犯罪に対し、共同体が有した、権断権裁判権などは、属長の主中に集中される形などの審判や、拷問を伴う裁判が、属長によって行われる。こうした、属長法の展開に並行して5世紀ないし6世紀、頃より機内及びその周辺の諸豪族の政治的、結合体である。 大和王権の権力が、属長の上位の政治権力として拡大する。石本は、この大和朝廷権力の下で発達した法を、王法と称しているがこの王法も、また属長法を取り込みつつ、事故の法を発達させたのであった。大払いについて言えば、王法の発達により大払いは、大王が挙行する、全国的大払いに転じてしまう。また、 族長の王権に対する反逆すなわち、無本にはその者のを処刑しその者の,の支配領域を没収するという過酷な刑を採用して、王権の強化とその先制化が図られる。さらに施政制、武民制、国造制等の様々な政治制度が創設されて、支配秩序が強化される。この間族長の一部は王権により国の見厚子として編成される。国造の有した法は、 族長が王権により国の宮津湖に任命されたことによって保障された領域支配を基礎としまた王権によって制約されるものとなった。この点において国造が有した法は石日の族長法とは異なっていた。石本はこの段階での法を国造法と称している。聖徳大使が制定した17条憲法は上記のような王法の一つの到達点を示すものである。 この憲法は、大和朝廷を構成する諸豪族及び複属した国蔵等のみでなく、国蔵地下の百姓、公民をも人格的親珠関係に基づいて王権のもとに編成しようとした組織規範であった。7世紀末から8世紀初めにかけて、律令法が導入される。律令法導入の契機そのものは7世紀における大和朝廷内部での権力闘争による動揺と、 朝鮮三国及び党をめぐる動乱から生じた国際的危機の二つの危機の克服にあった。また、律令法導入は、結果的に従来の一、二、この二つを基盤とする法、慣習の流れを使用し、新しい法的世界を形成した。律令法は天皇を頂点としそのもとに諸豪族を官僚として編成し、また人民を一元的に統治するため、 国家の基本法として制定された、制定法であったからである。建前として、律令法以外の法は存在しなくなった。律令法典は7世紀後半、展示庁に大見礼が編纂されたと伝わる。ただし、この書伝を疑問視する学説も有力である。最初の例として、確実なのは、681年に編纂に着手し689年に、 施行された、アスカ・キヨの例がそのはじめのものとなる。しかし、同例は未熟なものであった。体系的な律令法典は701年に制定、施行された、大法律令である。その後718年頃、大法律令を修正した養老律令が編纂され757年に、施行された。大法律令の施行は短期間だが、養老律令の修正は、 軸の修正などの小幅な改定にとどまり、日本の律療法は、大法律療の制定、思考をもって、本格的に始まったと言える。そしてそれは時代により、強弱の違いはあれ以後長く日本の国政を規定したのであった。律療法典そのものの編纂は、養老律療で終わった。律、例の条文を修正する核及び、律、例の施行最速としての式は、 律令法の施行期間を通じて単行法令として随時発令、施行された。これらの核、式は9世紀から10世紀初めにかけて三大核式としてまとめられたが、それらは時代を追い次第に社会の現実に適応する日本的性格が強くなる。また律令法そのものも法の適用及び法解釈において現実に適応的に運用されるようになっていった。 明暴博士ら大学寮で法律学である明暴道を教授していた教官の役割も大学寮自体の推理もあって次第に天皇や大上官の諮問を受けて律令格式の解釈である明暴官門の作成を行うことが主となっていくそうした中から平安時代中期以降公家社会の方としてのいわゆる公家法が生まれてくるそしてこの公家法を母体として 荘園領主の領主法である本所法や在地領主、武士の法である武家法が誕生し、やがて中世法の世界に移行するのである。中世は、官修法が優位の時代で、本所法、武家法、公家法の三体系から成立する。平安時代後期には、古代からの律令制が解体し、各地で荘園が成立し、荘園の領家、 領主を広報上の権力主体とする本助法が成立する。本助法には、ケシア寺院が掌握していた、裁判権に由来する家務法、省縁の持つ、不入権に由来する省縁法があり、特に多大な省縁を集積した寺院の持つか、務法が発達した。一方、平安中期以来、各地で武士階級が成立し、武家の主従関係を根幹とする。 冒険道徳、武家の道理が、慣習法となり、武家法が成立する。武士はその経済的基盤を荘園に置いたため、武家法は、本所法、荘園法に起源を持つ者が多く、武家政権と朝廷との関わりから、武家法の影響も、受けた。慣習法である、武家法は、武家政権である、鎌倉幕府の成立に伴い一部が成分化され、主として、式目。 式場と称される成文法が将軍御教書の形で発布された。あず鏡によれば、上映元年8月10日には、執権、法上安時が中心となってご成敗式目が制定された。これに続き、裁判の判例など慣習をまとめた追加法が成立する。これらの法律は、後の法律にも大きく影響を及ぼし、 県務式目や戦国大名の文国法、徳川幕府の武家諸法と、現代の法律にまで影響を及ぼしたとされる。本庶法、武家法、区家法は、鎌倉時代には、それぞれの法体系が並立していたが、区家法は、南北朝時代に、県務政権の成立で一時交流するがやがて衰え、室町時代には、武家法が優位の時代となった。戦国時代には、 数軍から数カ国の支配領域を持つ戦国大名が出現し、戦国大名の中には在地法で対処できなくなった問題解決のため戦国法を制定する大名もいた。戦国法の制定をもって戦国大名の支配領域を主権的な国家と評価する地域国家論もある。徳川幕府が天下を平定した後も一般的にはその法制は 監修法主体とされている。確かに律令のような大規模な法典が制定されなかったのは事実である。だが、それは、古法、先例祖法と称される幕府や諸藩において、その創世期に法監修あるいは成文法として確立したものに対してであり、それが十分でない分野においては、大半の場合には成文法が制定されて、プレ。 徳川時代に存在した監修法は打破されていった。幕府においては徳川吉宗の時代にこれまでの制定法や監修法を集めてくじ方、お定め書きが編纂されている。ただし、こうした法令に関する知識は幕府内部の秘密とされ、くじ方お定め書きは町奉行など限られた役人しか見ることが許されず、武家古実書の観光においても、 幕府法令に触れたことを理由として処分を受けた例がある。だが、その一方で、武家社会の根源である武力と儒教を重んじる徳川幕府や諸藩にとっては法の支配という関連は規薄であり、また、幕府の法令は全国的に適用されたとはいえ、各藩には独自に法令制定権があり、幕府の法に根本的に反しない限りは独自の法を定めることができた。 また、幕府もその勢力基盤を維持するための法令以外のものはあくまでも天領や旗本領を対象として法令を適用することの方が多かった。また、儒教の祖先崇拝やと思想英雄指論による古法牧主が法の原則であると考えられ、その開拝は直ちにお家騒動や百姓一揆を将来することが多かった。こうした近世紀の法観念を表す方言に、 非理方検点がある。ありがとうございます。